皆さんこんばんは、ちひろでございます。今日もね、エルダースクロールズオンライングレイムーアの続きの方をやっていきましょう。ちょっとね、まだちょっと体調があんまり、完全とは言えないので、ちょっとまだ動画の方で、撮らせていただいております。なんかでも動画の方が画質がいいからいいのかなと思って、ストーリーを追いかけるのであれば、まあでもやっぱりあれか、皆さんとやりとりね、しながらやるっていうのが、まあ、私の楽しみでもありますから。まあそこはね、まあ、おいおい。体調が戻ったら、ちょっとやっていくという形にしましょうかね。じゃあ、前置きはいい。続きはやっていきましょう。まあ前回ちょっと見当たらなかったメモ、ちょっと今回どうなってるかなと。まあそこをちょっと一回見てからにしましょうか。ビターブレード採掘者。どこだ、これか。やっぱりやっぱりないか、なさそうだね。多分ここにあるんだろうね。なんかマークが出てないだけでメモあんじゃねえかなみたいなのをちょっと期待しながら、あ、ちょっと待って、放送用のになってなかった。はい、まあいいか、仕方ない。これはどうしようかね。一回破棄して、ここまでちょっともう一回やり直してみて、メモが出てるかどうかみたいなのちょっと見ましょうかね。まあ、それは、なんだろう。放送外で。ちょっとやってみます。で、メモが出てきたら、それはもう放送に乗っけていくと、まあ、いう形にしようかなと思って。というわけで、じゃあ、あれだね。メインの、これかな？これじゃねえな。古きカースの地。どれだ？ちょっと待ってよ。これだね。ソリチュード。あ、スバナと、そうだ。そうだそうだ、姫と話してくれみたいなことを言われてたわ、そういえば。なんちゃらオークの、オークじゃないな、酒場に置いてきたから、って話だったね。ちょっと今日から、まあ、録画、前回もちょっと忘れてたんだけど、まあ、録画をするのであれば、ちょっとフィルターかけてやろうかなと思って。まあちょっとサイドを上げてみたりとか、あとコントラスト上げて、暗いとこは暗い、明るいとこは明るいという感じにちょっとしようかなと。もしかしたら見づらいところあるかもしれないですけど。この上か？あれだ。よいしょ。で、ちょっと今日からね、ちょっとマップを変えました。今まで使ってたミニマップ。なんだろうな。もうアドオンとして更新されてなくて。だもんですからね、なんだろうな。今のバージョンと、こう、今のバージョンに合ってなくて。だちょっとバグが頻発するところあるんですよ。なので、ちょっと、それをやめて、他のミニマップをちょっと、つけております。このミニマップはあれだね、よくみんながというか、この、エルダースクロールズオンラインを遊ぶ方がね、よくミニマップ欲しいなってなった時に、多分、最も選ばれてるミニマップだと思うんだよ。多分、更新もされてますし、安定性もあると思う。まあ、問題ないかなとは思うんですけども、まだちょっと試したばっかりなんで、実際どうかちょっとよくわかんないですけど。飲み物取ってくればよかったかな。よし。スバナと話す。酒場にいるんだったかな。そうですね。宮殿にはいない。
彼に疫病が流行した時に死ぬ。ここだ。寂しいトロールだ。そうだ、オークじゃねえ、オークに申し訳ねえ。どこにいるのかな、スバナ。入る。姫様感ゼロだな。ああ、やっと来た。酒場で飲まずに待っているなんて最悪よ。で、他のみんなはどうしているの？モーグは本当役に立たなくて、あいつどんな問題でも大量のアルコールで解決しようとするんだから。なるほど、飲んで忘れる。さあ、母様を殺した者について新しい情報はある？王女の見つかった？王女の暗殺者を追跡して殺した。犯人をここへ引っ立てて正規の裁判の末に処刑したかったけれど、少なくとも罪の報いを受けさせられた。ありがとう。それで黒幕の正体は分かった？父様に警告しようとした脅威とのつながりは見えた？ああ、暗殺者はアイスリーチ魔術結社と協力していた吸血鬼だった。いまいましいリーチの魔女め。そして父様、あの人はどれだけ石頭なの。しかし魔術結社の連中は何が狙いなの？父様を殺すつもり？王国への脅威について何か分かっていることはある、うん、魔術結社は人々の精神を奪い怪物に変える破壊的な嵐を召喚できる。なんてこと。でもこれにはきっと人々を怪物に変える以上の計画があるはず。何かありそうだな。できる限りあなたに力を貸すわ。母様もそう願っていたはずだしね。あなたの成したこと、そして発見したことがあれば父様を説得できるはず。絶対に、うん、あ、スキルポイントもらえるぞ。リリスとあなたはこの国のために命を懸けてくれたのに、うん、受けたのは疑いだけ。母様がいれば魔術結社の脅威が本物だと父を説得してくれたのに、うん、もう母様はいない。そうだな。力不足ならわかっている。でも諦めない。私は力を尽くすわ。状況は話を聞くと思うか。物心ついてから父様が私の言葉に耳を傾けたことは一度もないわ。けれど母様がいない今、誰かがあの人に道理を解かないと。母様は説得の仕方を教えようとしてくれたのに、私は耳を傾けなかった。認めたくはないけど私は父様に似てしまったみたい、うん、魔術結社は単独で動いているわけではない。灰の王と呼ばれる何者かが吸血鬼やウェアウルフを指揮している。ならあなたの警告を是が非でも聞いてもらわないといけないわね。そうだな。ハーフィンガル、ハイアルマーチ、カーサルド、今やすべての地に危険が迫っているわ。次の嵐に襲われる前に何らかの手を打たないと。続きはブルーパレスで。分かった、ブルーパレスで会おう。少し対策を考える時間がいるわ。伝え方を考えないと。私の宮廷作法は錆びついているし、そもそも外交や立派な演説は得意じゃない。ああ、ソウルの骨にかけてお酒が飲みたいわ。上級を説得できる自信はあるか？自信なんてこれっぽっちも。でも今動かなかったら王国に厄災が起きた時に自分を許せないもの。なるほどな。状況が意見を聞くようにしてくれれば他の説明はこちらでできる。そうね、きっと蜂蜜パイを焼くくらいに簡単。あなたが父様の宿敵の命を受けてきたなんてわけでもないしね。とにかく何とかして父様に話を聞かせるわ、うん、約束する。目の前で母親が死なれて辛くないはずがない。休まなくていいのか？泣き叫びたい気持ちを隠して何とかやってるわ。今は王国の危機、嘆いている時間なんてない。さあ父様と話しましょう。私の決意が揺らがないうちに。うん、なんかあれだね、あの自分の会話とこうジェスチャーの、うん、感じがすごい合ってていいな。まあ今までもあの幸運を祈ってね。幸運じゃ足らねえよ。親父さんを訪ねるならキンドルピッチウイスキーを煽っとけ。シラフじゃつれえだろ。酔っ払ってたらなおさら話聞いてくれないだろ。何の話したっけ。まあいいや、思い出したら話します。
あ、そうだ、なんかあれよ、なんだっけな、そうそう、これこれこれ、古代物、あ、古遺物収集家の代表ベリタ・ヌミダとは、ヌミダさん、ヌミダさんってあれじゃないの、あの白金の塔、白金の塔だっけ、白金の塔か、うん、で一番最初に会うドラゴンガードの3人、ブレイズかな、ドラゴンガードか、あれはまだ、うん、いや違うな、ブレイズだったかな、いるよね、赤ベリの3人ね、うん、あれ一人オソヌミだっていう人じゃなかったかなと思って、なんか関係あんのかな、顔からしてもちょっとインペリアルな感じだし、ヌミダさん、ヌミダさんとかベリタさんか、当てましょうか、当ててください。メジナスが街中に貼ったあの馬鹿げたチラシを見たんでしょ、そうです、まったく、まるで児童劇団のオーディションじゃないんだから、理解してほしいんだけど、これは重要な問題なの、うん、本当に恋物収集家協会に入りたいの、恋物収集家協会、グウィリム大学は歴史学会として最高の名声を勝ち得ているわ、うん、はいはいはい、大陸を回って失われた恋物を見つけ、方々の目録を作っているの、数々の発見を成し遂げてきたのは私たちの占い道具のおかげ、恋物収集家の目というの、恋物収集家の目、大学の創立者、うん、チュルヘインフィーレの発明よ、チュルヘインフィーレ、装備した者の精神を世界中へと飛ばし、うん、埋まった遺物を発見させる、遺物とそれに秘められる歴史に埋もれた真実をね、なるほど、この目を使うにはそれなりの技術と才能が必要よ、うん、あなたに使いこなせるかしら、やってみよう、どうすれば始められるの、なんか話途中だった、教会への加入は簡単よ、恋物収集家の目に手を置けばいい、あ、素質があればすぐ目に同期でき、わかった、あ、ごめんなさい、話途中で、これか、恋物収集家の目、これだね、おっと、お見事、お、これだけ鮮やかな動機は滅多にない、 OK なのこれで、あらあら、どうやらあなたを見くびっていたようね、そのようだね、反応を見る限りあなたは我々の中で最も優秀な恋物収集家ガブリエルに匹敵するかもしれないわ、ガブリエル、あなたは目を覗いてどんな秘密を見つけるんでしょう、ガブちゃんじゃない、ね、ガブちゃんじゃないよねこれね、やってみよう、これはどう動く、あら、せっかちなのね、目の使い方はその時が来たらね、まずは教会の原則と伝統を守ると誓ってくれる、うん、未来の世代のため発見物を記録し、タムリエルの歴史を真実に基づいて記述することを誓って、わかった、誓おう、恋物収集家協会に参加したい、素晴らしい決断ね、うん、目の扱いに熟達するのは簡単じゃないけど、ガブリエルの指導と私の厳しい監督があればあなたを真の学者にすることができるわ、これガブちゃんだな、教会へようこそ、歓迎するわ、ありがとう、さてあなたの教育を本格的に始めるとしますか、あ、ガブちゃんだ、ガブリエル、まずはガブリエル・ベネレと話してきて学術的な助言なら私にも与えられるけど、恋物収集家の目の使い方に関してガブリエル以上に優れた教師はいないの、ガブリエルどこにいるの、おそらく下の階で地図や書を見てるでしょ、あ、ここにいるんだ、彼女は仕事を止めることがないの、あ、間違いない、彼女って言ってる、彼女がもしあの明るい性格じゃなかったら私たちを怠け者に見せるために頑張っているんじゃないかと勘ぐっちゃうわ、なるほど、彼女ならきっとあなたに分かりやすく教えてくれるわ、そうだね、今までもそうだった、分かった、下の階に行ってガブちゃんと話そう、ガブリエルに基本を教わったら私のところに来て、うん、こんなこと言うとあなたは私を少し冷たく感じるかもしれない、でも正直に言うとあなたには早く実地に向かってほしいの、なるほど、でもちょっとその冷たい感じが似合ってますよ、ベリタさんは美人だな、あとあの声優さん初めてだな、あー、ガブちゃんです、あれちょっと待って、 NPC のネームプレート出てない、ちょっとお待ちくださいよ、ネームプレート、あ、出てないわ、ジョージ、
うん、はい、出た。いやー懐かしいというか久しぶりだな。あら、久しぶりですね。久しぶりだね。驚きました。マーラにかけてアンゴフとの事件が大昔のことのように思えます。そうだね、あなたも元気そうでよかった。それでベリタはあなたに恋物収集家の目を渡したんですね、うん、恋物収集家協会に入るつもりですか。まあそうなんだけど、最後に会ってから何してたの、ガブちゃんは。その主に捜索です。ああ、ダリアンがまだ彩られた部屋に閉じ込められているのに休めません、うん、彼を助けたい、何とかして話したい。でもそう簡単にはいかないんです。そうだね、恋物はダリアンを探す役に立つと思う。はい、おそらく。実は出発点がアイレイドの研究なんです。なるほどね。私はメリディアに仕える部族由来のアイレイドの遺物が彩られた部屋に入る鍵か、うん、少なくとも囚われているものに接触する鍵になるという仮説を立てていました。なるほどね、うん、そうして恋物収集家の目に行き着いたのです。しかし目では人間を探せないのだろう、これは。ええ、品物だけです、うん、でも目のおかげでアイレイドの研究を続けることができました。なるほど。調査すべき場所もいくつか分かったんです。例えばキルクリースさんのメリディアの祠、うん、あそこには何か私たちの役に立つものがあるはずです。そうだね、なんかメリディアが関係するだろうな、ダリアンは、うん、こちらも捜索を続けよう。ありがとう、彼はきっと見つかるわ。時間の問題です。そうだね、会いたいね。で、あ、そうだ、ガブちゃんと。あら、久しぶりですね。あ、ごめんね、うん、本当に、うん、彼女にしては珍しいですね、まあ、ちょっと待って、ごめん、話が途中になっちゃった、うん、あら、久しぶりですね、うん、驚きました。またそのくだりあるの。マーラにかけてアンゴフとの事件が大昔のことのように思えます。その前にモラグバルト、あなたも元気そうでよかった。モラグバルトやってるでしょ。それでベリタはあなたに恋物収集家の目を渡したんですね、うん、恋物収集家協会に入るつもりですか。そうです、ベリタはガブリエルが目を一番うまく使うと言っていたからあなたに襲われと言われたよ。本当に。そう、彼女にしては珍しいですね。そうなの。まあとにかく始めましょう。すべては集中から始まります。目はあなたが求めるものを映し出す。だからまずは思考を明確にして、うん、心に異物の姿を浮かべるんです、うん、では異物を思い浮かべればいいのか。それからここが面白いところです。目を見てガラスの面に集中する。深呼吸してシンボルを一つのパターンに統一してください、うん、いずれレンズではなくその先を見られるようになるでしょう。その先を見られる。まずは挑戦してみてください。わかった、恋物収集家の目を使おう。考え込むことはありません。お米を炊くみたいに簡単ではないけど、うん、あなたのように才能があるならうまくやれます。それに多くの物事と同じく練習すれば上達しますから。お米を炊くみたいに簡単、これは多分あれだね、日本語訳の人のオリジナルだろうな。なんかね、あのローカライズによってはパンだったりとかするんだろうね。恋物、これはなんだよ、これね、ガブリエルの照明だ。上出来です。さあレンズの中央と両端に視線を合わせて、うん、ガラスの面に焦点を合わせるの。はいはいはい、これでも集中すれば面が溶け合うはずです。ちょっとやったな、これ。レンズを一つのパターンに統一すれば、これだからね、同調は完璧。でも物の位置を漠然と知るだけなら、うん、フォーカスに手が届けばいい、うん、失敗してもやり直せます。これね、ここがスタートして、このウィンウィンってなってるところを目指していけばいい。だからね、これあのこれをね、ここを選ぶと同じマークのところが開いていくんですよ。でここが開くでしょ、ここ開いたら、うん、ね、次こっから隣接するところに飛べるわけ、うん、ね、こんな感じで、うん、でこのどこに隣接させてもいいんだけどもね、隣どれがいいのかな、まあどれでもいいか。これでこれ行くでしょ、でこれ行くと、でこれも隣接してるから、これも含まれるわけで、これで OK ですよ。はい、開けましたよと。向かう中庭で会いましょう。ガブちゃんの照明の瓶が、うん、ここに埋まってますよ、ところがあるね、ここね、うん、
ここに待ってるから動いてくださいということです。よし、そうするとこのファファファーってなってるようですね。そうそうそう、さあ恋物を発掘しましょう。こういうところにあの恋物が埋まってますよと、いうことです。発掘する行動に注意して、発掘のレベルに合った道具を使ってください。大丈夫よ、ガミちゃん、慌てないで。でこれあの不安定になることはあります、うん、十分注意してください。ありがとう。こういうマスごとにこう選べるんです。この多分石が乗っかってたら石をどかして、うん、で土をのけて、うん、で中のもの、中に何か埋まってるものがあるか調べると、うん、でこれを行うごとにこの時間というものが経過して、これがゼロになったら、ゼロになった時に見つけられてなければ、まあゲームオーバーというか、この回は終了。まあもちろんあのやり直せるんですけど、うん、とまあでここに9ってあるでしょ、これ目でこのね、あのどこら辺に埋まってるかっていうのをサーチできるんです。これででこれL ボタン、これ使いますよと。でどの辺りに埋まってるのかなっていうのを、色で教えてくれます。ちょっと待ってくださいね。まあ、この辺り。だいたい私はね、こう、あ、いきなりヒットしてる。まあ、捜索範囲みたいなのが出てくるんですけど。うん、まあ、ここ黄色だから、ここ周辺なんだけど。色が緑に近づいていくほど、緑はもうそこに埋まってますよと。だ黄色は近いですよと、この周辺に埋まってますよっていうのを教えてくれてます、うん、でオレンジはちょっと遠いかなぐらいで、赤はだいぶ遠いですと、うん、いう感じで色で分かります、うん、ちょっとまあここに、うん、まあオレンジだからこっちじゃねえなと、うん、でここにこの辺り、ここもここじゃねえなと。でもまあオレンジなんですよ。だから遠からずなんです。遠い、ここじゃねえけど、ね。ってことはですよ、この辺りにあるんじゃないかなと。ほら、あった。うん、で、まあ、埋まってるものによってサイズ違うんですけども、だいたいは 2×3 ぐらいのサイズかな。うん、なんで、あ、当たったね。じゃあ、ここどうすか。あ、じゃあこの 2×3 ですわ。というのが判明したら、ね、あ、ある、L トリガーか。うん、この波形で、うん、この辺りを掘ってってやると。ね、見えてきましたね。宝箱が。はい。うん、まあ、これやってたらわかると思うんだけど、時間がどんどん経過していってますね。うん、というわけで掘り出せましたよと。これで目的のものがね、鉱物が収集できましたと。でまだね、時間も残ってますよと。でこれね、ボーナスのものが埋まってます。なのでまだね探せるはずなんだ。あ、もうあれ、目はこれしか見てないからできないのか。だからこっからこのね残り時間を使ってボーナスの遺物を探していくと。私は大体はね、探し方はですね、こう、うん、あ、いきなり見つかっちゃったびっくりしたちょっと教えたかったんだけど、掘り方みたいな、私の掘り方みたいな、基本的には石が乗っかってないところをどんどん掘っていくと。石をどける作業でも時間が経過するんで、うん、まあいろんなところを調べられるよってことね。土を掃けるだけの場所だけをまずやってったら、うん、それでもちょっと可能性ねえなと思ったら、ちょっとここなんじゃねえかっていうところの石の乗っかってるところをね探ってみるとか、うん、いうことをすると。見つけ出したよ。これでよし。よし。あなたはもう立派な鉱物収集家です。それにとても才能があるみたい。でしょ？鉱物収集家の目を使い続けて、うん、採掘の技術を極めてくださいね。
きっとすぐに貴重な遺物を発見できるはずです。次は何をすればいい？私はベリタのところへ戻って、うん、あなたが最初の古遺物の発掘に成功したって報告します。なるほど、ありがとう。言葉ではあまり褒めないと思うけど、うん、きっとお喜びするはず、うん、落ち着いたら遺物の探索を始めてください、うん、ちょうどいい機会でしょ。かわいいな。古遺物収集家の目がどれぐらいどのように働くかもう一度し、あ、これいいや、もう一度発掘、あ、いいね。じゃあガブちゃん、またよろしく頼むよ。ベリタと話す。ヌミダさん、お帰りなさい。ガブリエルとの時間は有益だった？ええ、古遺物収集家の道具の使い方を教えてもらったよ。素晴らしいわ。いい印象を持っていたけど間違ってなかったみたいね。これからは自由に興味を持った古遺物を捜索して、うん、発見したものは研究のため目録化すること。さあ共に世界の秘密を解き明かしましょう。わかった、ありがとう。美人だな、ベリタさん。インペリアルの女性ってあんまり美人だなと思うことないんだけど、自分のキャラクリは好きなんだけどね。インペリアルの美人作れるんですよ、インペリアル。さてと、ブルーパレスか、そうだ、忘れてた。ガブちゃんで盛り上がってて忘れてた。あ、ここ魔術師ギルドも置いてあんだね。戦士ギルドもあったんですよ、今ね、この通りにね。まあいいか。何の用だ？何の用もないよ、あなたにはね。すいませんね。中か。どれだ、どのクエストだ。メインストーリー、あ、これだね。あ、これじゃない。あれ、メインストーリーのクエスト出てこねえな。日記クエスト、答えの出ていない質問、こっちは上級上、これだね、うん、我が国全土に軍を広げ、お前が酒瓶から救い上げたような悪夢を探せというのか。そんなこと。あるいは東の毒蛇が貴様をたぶらかしているのではないか。でも母様は。もういい。次に私の足元に助言とやらを吐くときは、せめて裏切りの匂いを洗い流すことだ。ダメだな、やっぱりこいつ。スバナが悪いんじゃないよ。あれ、スバナと話すね。話す。本当にもう口を出すことさえ許されないなんて。今思えば母様は父様との話し方を心得ていたわ。私はダメね。母親だったらどう対処していたと思う？母様は父様の扱いを心得ていたけど、同じくらい頑固なところもあったの。父様が望みを叶えてくれないなら自分で何とかする人だったわ。母様が残した教訓を胸に刻んでおかないと。もしまだ父様が立ち上がらないなら、その時は私が。母様、そうよね。作戦はあるのか。私たちの王国はハーフィンガル、ハイヤルマーチ、カーサルドから成り立っているわ。まずは彼らに警告しましょう。なるほどね。父様が聞かなくても主張は耳を傾けてくれるかもしれない、うん、私は上級王の娘、王族として振る舞うべき時が来たのでしょう。一緒に来てくれる？もちろんだ。一緒に市長のもとへ同行しよう。まずはハイヤルマーチのレダーン市長を訪ねましょう。彼を説得できれば少なくともハイヤルマーチは守備を固められる。市長はモーサルにある市長の間にいるはずよ、うん、リリスのためにモーグへ伝言を残しておくわ。彼女にも私たちの居場所が伝わるように。わかった。レダーン市長に話を聞かせられると思うか？正直に言うとわからないわ。けれどレダーン市長は心優しい戦士、主張としては珍しい好人物よ、うん、それに彼はいつも私に親切だった。
ムートやその他の集まりで彼の娘と遊ぶようになってからずっとね。あ、そうなんだね。いいね。父親とはずっと不仲だったのか。父様と母様と幸せに暮らしていた頃を思い出せるわ。ずっと昔のことのようだけどね。ある時点から父様は権力にとらわれていった。私の父であることよりも上級王であることに価値を見出すようになったの。なるほどね。母親とはうまくいってたか。努力はしたわ。でも私たちの関係は戻らなかった。母様は家族であり続けたいと望んでいたけれど、上級王が私たちに求めたのは女王と王女であることだった。なるほど。最終的に父様はいつまでも反抗する私に王家の式典への出席を命じなくなった。私の数少ない勝利よ。なるほどね。嫌だったんだね、それ。ハニッケさん、なかなかの見物だったわね、うん、本日の謁見は終わりです。玉座の間から退出するように。わかりました、うん、もう猿に行きましょう。じゃあすごいいい感じの吸血鬼の子いた。モーサルに行ったらモーサルのクエストもやっちゃいましょうね。いろいろと。あそこは多分面白いクエストあると思うんだ。どうしたさっきから。何も君にかん、ねえ、話しかけてもいないじゃないか。んじゃないんだよ。まあでもこれがあれか。東のよそ者が来たというところなんでしょうね。あんまりこう受け入れてくれない。モーサルの近くに、あ、モーサルにもあるね。旅のこれ行きましょう。よし、早い。まずは市長の前行きましょう。ウスグナールの文句たちは古代のデイドラのアーティファクトを使って治療を行っている。ベレアンスが聖なる任務の邪魔をするとはどういうことだ。狼の攻撃、亡霊、リーチの民の襲撃。この町から離れるべきかもね。どうしたの、エブスか。忠告？できるならモーサルの郊外を歩き回らないことね。他には邪悪な何かがうろついている。なぜそう信じた。酒場でそういう噂が立っていたの、うん、吹雪から亡霊が現れる、アンデッドが回廊を襲う。酒場を出た時も農民のグループが骸骨狼の攻撃について叫びながら町にやってくるところだった。この場所は呪われているわ。農民たちは今どこにいるんだ。最後に見た時は助けを求めて町の中央へ向かっていたわ、うん。レディー・ニネサは動物の攻撃で傷ついた者をいつも助けているけど、自然に反する事件は自力じゃ解決できないかもしれない。彼女を助けてくれる。わかった、レディー・ニネサと話そう。彼女はきっとあなたの支援に感謝するわ。私はこの件が落ち着くまでできるだけ遠くに離れるつもり。大丈夫なの。すぐに戻れるといいんだけど、騒ぎが起きていない時はモーサルを気に入っているから。そうじゃなくてモーサルから出ていく時に襲われないかっていうことなの。レディ・ニネさんについて教えてほしい。レダーン市長の奥さんよ。あ、奥さんなんだ、うん。でもそれだけじゃ彼女がどれだけモーサルに尽くしているか言い表せない。みんなを見守っているの。争いを収め、怪我人を世話してね。今回も彼女が解決してくれるといいんだけど。なるほど。みんなからの信頼がだいぶ厚い人なんだね、きっとね。市長もなんかいい人だっていうしね。モーサルはすごい。みんなから愛されている。トップ。氷の狼がブルンを襲ったの。彼は亡霊も見たって。ブルンが。まさか。宿屋に運んでできるだけのことはするわ、うん、さあ温まって。ブルンが冷え切っているよ。レディ・ニネさん、ここの愚か者たちはどんな樽の下にも怖いものが潜んでるって信じてるの。なるほど。ただの動物の襲撃も彼らの頭の中では大いなる悪の仕業なのよ。なるほど。私と夫には狼の髪傷を全て調査してる暇はないの。襲撃についてでも教えてほしいんだ。ブルンから大したことは聞けなかったけど、
西にあるハヴィルの農場が狼に襲われたみたい、うん、骨だけで氷に覆われた獣だそうよ。信じる気にはなれないけど。いや、いるよ。ここの人は蜂蜜師を通して物事を見るから。なるほどね。なぜ狼が農民を狙う？狼の群れは町の郊外をうろついてて、時々鶏やヤギをさらってる。でも人の集団を襲うなんて普通じゃないわね。農場に行って真相を確かめてきてもらえない？お金なら出すわ。わかった。農場を調べて何があったのか確認しよう。ありがとう。モーサルの人は基本的に善良だけど、想像力がたくましすぎるの。襲撃の真相が分かれば、狼の問題も起こらなくなるかもしれないし、うん、私は酒場でブルンの様子を見てくるわ。震えてたから気になって、うん、あれだね、なんかあのスカイリムの時のレディとは全然正反対だね。超自然を信じないの、うん、信じてないのか。この世界に生きていれば迷子の亡霊ぐらい見かけるわ。あ、なるほど、ね、空から鎖が落ちてくるのを見れば普通の定義も変わる。確かにね。それから魔法はもちろん生活全般に影響を及ぼす、うん、しかしこの攻撃はそういうものではないと思うのか。まあ懐疑的ね。モーサルの人は魚を釣り、薪を割り、お酒を飲んで日々を過ごしている。町を出ることもなければよそ者も訪ねてこない。ここでは途方もない物語を広めるのが娯楽なのよ。なるほど。どの話？例えば先週バンドールは透明なリークルにヒゲ用の櫛を盗まれたと訴えてきたわ。町のみんなで地面の穴まで覗いてリークルを探す間、うん、水車の動きも止まってしまった。櫛は結局彼が馬の毛を吸いていた馬屋で見つかったわ。なるほど。酒のせいだろうね、きっとね。すごい顔してるわ。苦い顔してるね。エブスカから聞いたけど、レダン師匠と結婚しているそうだね。その通りよ。自慢の夫。彼の力がなければこの町は確実に崩壊してるわ。なるほど。結婚のためモーサルに着いた時、私の人生は終わったと思った、うん、でもレダンは素敵な家庭を築いてくれたわ。そのことには感謝してる。なんかすごいいいな、幸せなご夫妻なんだ。モーサル出身じゃないの？じゃあもちろん違うわ、うん、どこ出身？鉛でわかると思ったけど。俺あんまり鉛とか言わない。ここに来て長いから鉛が移ったのかしらね。私はもともとソリチュードの出身よ。あ、なるほど。父は裕福な商人で、モーサルの木材を取り扱いたかったの。それで私を結婚させたわけ。なるほどね。墜落結婚だったんだけど、でも結婚してみたらすごいいい人で、よかったってなったな。おー、セッション変わった。よし、じゃあ出張、あ、その前に市長と会うかな、先に。なんかいろいろいるけど。モーグに伝言を聞いた。あ、見逃すわけにはいかないわね。リリス、マーシン隊長かっこいいね。カニモノルドの戦士ですわ。先に聞くか。じゃあなぜソリチュードの姫がこの質素な広間へお見えになる？さては上級王の代理かな？警告に来たの、レダン市長。警告？もう父君から命令を受けている。まだ何かあるのか？命令？そうなのね。でも防衛の準備は必要よ。今度は何から身を守れと？まだ壺や呪物があるのか？お願い、レダン市長、説明させて。この地への脅威は想像以上のものよ。まあ話すか、私が。うん、貴様はこの地のものではない。かっこいいな。共にいる女は東の巨人だろう、うん、上級王にはパクトの密偵に注意するよう警告されているが、だがスバナ姫が保証するというならば耳を傾けよう。その脅威について話してくれ。やっぱりしっかりした人だな。アイスリーチ魔術結社は危険な魔法の嵐を召喚できる。嵐によりもうキルクリス聖堂は破壊された。我々はデイドラの信奉者ではない。だがその剣を聞き、我らの地は吹雪を沸騰させるほど熱くたぎっておる。だが現在、北の騒動より急を要する問題もあるのだ。そんなことがあるんですか。我々はスバーグリムから命令を受けてな。それを無視したら、あの小うるさいリーチの民どもと衝突することになったのだ。なるほど。上級王スバーグリムから命令があったのか。ああそうだ、あの上級王様が国王令を出したのだ。周囲で奇妙な物体や呪物を見つけても捨て置けと。
とな。危険だから触るなというのだが、偶然にもいくつか見つけてな、兵士に破壊させてみた。そうしたらリーチの民と遭遇したというわけだ。なるほど。愛するリーチ魔術結社の儀式の品のようだな。遭遇したリーチの民について教えてほしい。リーチの蛮族どもは奇妙な魔女の棒を壊されると暴れ出した。ああ、長槍か。我々はキャスラを蹴散らし、近くの墓地へと追い立てた。だがそこで兵士と連絡が途絶えたのだ。貴様の口ぶりを見るに、どうやら以前にも経験があるようだな。墓地を調べてくれるか。わかった。墓地に向かって兵士に何があったのか調べよう。私が今少し若く、もっと多くの兵を避ければな。モーサルの墓地に自分で向かい、このよくわからん魔術だかなんだかを片付けてやったというのに。だが私は老い、兵も少なく、やるべきことに囲まれておる。頼まれてくれ。この鍵を持て、これで墓地へと入れる。見つけて破壊したいという魔女の棒のことを教えてほしい。長く醜い装飾で覆われた棒だ。奇妙なルーンと呪物、うん、腐ったキノコのような不快な匂いの湿布で覆われている。ああ、間違いない、長槍だ。それが町の周囲に設置されていたのだ、うん、兵士たちは墓場にも同じものがあると考え調査していたが、代わりにリーチの民の存在を報告してきた、ね、スバナ姫はこの脅威に対して行動するよう父親を説得しているんだけども、全然話を聞いてくれないよ、レダン氏を。本当か？ああ。最後に姫の噂を聞いたとき、彼女がご囚人だったのは、いや、くだらない話はよそうか。スバナはよくやっている。母親のような優雅さはないが、姫には戦士の気風が宿っておる。我が娘もあのように育ってほしかった。娘がいるのか？いたのだ。5年前に奪われた。もっと強く育てられていれば、生き延びることができたかもしれん。死んでしまったんだ。娘というのは父親にとって最大の弱点だな。すまぬが、過去の問題の話はいいだろう。今考えるべきことがあろう。お悔やみ申し上げます。優れた兵士が何人か墓地で姿を消したのです。彼らに何があったのかを調べてくれれば、我々にとってとてもありがたいのですが。任せてください。行こうか。墓場を調べよう。そこで何かが分かるかもしれない。墓場調べつつの農場。これは農場だね。墓場はどこですか。これだ。もうそれ出たと。この辺りでよく雲に出くわしたな。あ、いるよ。あの塚が墓地よ。入り口は地下にある。うん、だろうね。下がりなさい。どうした？この墓地は危険よ。分かって。レダン首長の依頼よ。何が起きたの？リーチの民よ。詳しく知りたいなら話すわ。そこの人、墓地は侵入禁止よ。私たちは誰もここに出入りしないよう見張っている。必要ならどんな手段も講じる用意があるわ。レダン首長に頼まれたんだ。墓地に送った兵士から連絡がないと言っていた。わずかに残った兵士を伝令に使いたくなかったのよ、うん、町の郊外に設置された奇妙な棒をいくつか破壊したの。そして墓地に着いた時、リーチの蛮族を見つけた。私は指示を出し、奴らを追って突撃した。それからどうなった？信じられないでしょうけど、墓地に嵐が現れたの。きっと忌まわしい魔法だわ。兵たちが私の周囲で変化を始めた。死ぬか、意識を失うか、怪物に変身してしまう者もいたわ。そしてドラウグルが墓から這い出してきたの。墓地にも奇妙な棒あったか？そこまで奥には行けなかった。なるほど。嵐が襲ってきた時、脱出して背後の扉を閉じるのが精一杯だった、うん。あなたが市長の命令で来ていて、墓地に入るつもりなら止めない。でも
あなたが怪物になって出てきたら。その時は頼む。なるほど、もう変わってしまってるな。じゃあ行こうか。ネズミがいる。モーサル墓地。モーサルの外にある墓地は避けてきた。たたられているからね。古代の使者は起き上がって歩き回る習慣があるから、市長はここを定期的に巡回させられた。誰も求めていないのにね。でもこういうことは起こるものよ。だから準備をしないといけない。剣の重心エニーラ、外にいた人だね。よし、リリス行こうか。こっからは暗いとこは暗いですよ。何かあったな。ちょっと待って。コレクション個性違うわ。外見だ。外見の個性トレジャーハンター、これだ。これをでいつも解決にしてるから、これトレジャーハンターにすると松明を掲げる。それとチロッと明かりが出ますんで明るく見えますよ。これはトラック、モリブデン。面白そうなのこっちだな。ドラゴルの一種、倒れてるけど。いや違う。あ、終わってた。近いな。暗くて分からねえけども、これがなんかすごく好きなの。この分からないところがあるっていう恐怖感。洞窟に入っているな、洞窟を探検しているなって感じ。ゲームとしてはもうやりづらい。これどこに宝がね、こう宝箱こうあったりするもんですから、それ見つけられないみたいなことも多分起こるだろうし、だがそれがいいんです。こうやって近くに行って松明で照らさないと結局わからないみたいな、これがいいんです。この手間が。だいぶ高いとこ飛んでる。スキーバーがいるぞ。そのまま待ってくれ。探索をさせてくれ。もうちょっとでも明かり光源として成立してほしいけどね。あー来ちゃった。私がちょっとゆっくり冒険を楽しみたかったので。連れてってやってくれよ。こっち行くとあれだね、ぐるっと一周しちゃう。ちょっと気になるけどな、あそこに何があるのかみたいな。遅いよ。あ、シスターエルラのこっ。リーチの民を巨大な軍が目覚め、我らせ、あ、ちょっと。リリス頼む。なんだ。弓落ちたかった。巨大な軍が目覚め、我らの聖なる動きが、聖なる働きが力となっていることを知りなさい。私たちの力は高まっています。古き軍がこの世界で地位を取り戻した暁には、大きく報われることでしょう。
懸命にして追いぬ灰の王が私たちの努力を称えています。私たちの差し出す収穫が王の愛する仲間を呼び戻すのです。これこそあるべき姿であり正しいことなのです。私たちの働きに、疑念を抱く者もいるでしょう。我らが同盟者を恐れる者も知りなさい。猛進の嵐の儀式の美しさ。儀式は灰の王に求められるものを与え、敵の心を恐怖で満たします。私たちは儀式を極めました。より強力なものに変えたのです。今や嵐を呼び出すために必要な長槍はたった一つ。大きな嵐ではなくとも十分な力を借り取ってくれるでしょう。心を強く保ち、魔術結社の命ずる通りに働きなさい。光を求めるのではなく灰を称えるのです、シスターエルラ。なるほどね。あ、ドラゴルさん、すいません。おっと、始まってた。あとは死ぬ。いいです。なんか血が、血じゃねえな、煙だな。赤い煙が立ち込めている。ここにそして分かりやすいノルドの墓地だ。なんか出てきたぞ、敵が。これは上だな。お、全然気づかなかった。こんなの、人気のスポットですね、ここは。シールド場所が強くてね、なんか知らんけど。あの遺体、首長の兵士は。どれ？これか。あ、確かに。ここまで来たんだね。なんか奥に広いところがあるぞ。何かがいるぞ。収穫があまりないね。この生活学は肥沃な地に移動させよう。あれがシスタイル。魔女の長槍を守れ。壊させるんじゃないよ。魔女の長槍を破壊する。あ、戦士長。壊されちゃってるんじゃないか。でもこれは待ってたらいいのか。座れない、これ。座れない。あ、来た。あ、確かに。あ、もう一発あった。終わったわ。市長に知らせましょう。その前にシスターエルラを何とかしなきゃダメなんじゃないか。大丈夫なのか、このまま行って。あ、なんかあるぞ。アトモーラの石板。あ、手がかりだこれ。イスグラモルの精鋭のボディ盾を占うことができます。あんな感じで調べられるというか、あの占いポイントみたいなのが違うわ。恋物だを発見できる。発見できるというか、あのヒントを発見できるんだね。カビ臭い墓穴はもうゴリゴリだわ。確かに。よっ。魔女も魔女が持って逃げた聖骨箱の痕跡もない、うん、首長の間に戻りましょう。あそこで見たものについてどう思う？モーサルへの攻撃はより大規模になる予定だったんでしょうね、うん、墓場にあった魔女の長槍以外は儀式を行う前に壊されていた。兵士は送信の嵐に巻き込まれたけど町は救われたわ。それで兵士は猛進気になったのか。嵐にやられた後
キルクリースではそうなった。でも私は魔女の方が気になる。あの灰色の聖骨箱は私たちを見たら真っ先に持って逃げるほど重要なものなの？それはともかくレダーン首長と話しましょう。若田首長の昼間だ。フースカーとシース。かわいいなあ。こっち見るんだ、近くに行くと。お、シャマットの死体と生きているもの。ドッペルゲンガーですね。あれどこだっけ、市長。こっちだ。それからモーグが吐いたわ。剣の重視のブーツにね。あなたの多くの友は。お、戻ってきたか。なんか楽しそうな話をしてたね。さて、スバナ姫の友人よ、約束は守ったか？モーサルの墓地で何を見つけたのか話してほしい。何人かの兵士は脱出したが、猛進の嵐は墓地にいた全員を犠牲にした。送信の嵐だと。あ、送信の嵐だ。姫が言っていたあのキルクリースを破壊した災いのことか。そうだ。神々よ、リーチと蛮族どもに呪いよ。他には墓地のリーチの民はどうなった？魔女の長槍を破壊してリーチの民には対処したが、魔術結社の魔女を一人逃した。残念だが仕方なかろう。リーチの魔女はずる賢く生きにたない。貴様の手際は感謝に値するものだ。ハイアルマーチは戦いへ備えよう。送信の嵐を防ぐのは難しかろうが、標的を発見次第攻撃できるよう準備するのだ。魔術結社の指導者が隠れている場所が分かり次第スバナから連絡する。あなたとあの女巨人殿はモーサルのために素晴らしい働きをしてくださった。感謝を。なんか感情のない人だな。あなたとリリスのおかげでレダン首長の信頼を得られたわ。父様は首長を尊重しているから、魔術結社の脅威を真剣に考えてもらうためには大いに役立つと思う。なるほど。さてカーサルドへ行って同じように首長を味方につけましょう。カーサルドについて教えてくれないか。オルフエン首長が統治しているわ。リーチの民に対する防衛線として築かれたの。西でこの脅威に対抗できる場所があるとすればカーサルドよ。でもまずレダーン首長と話さなければならないことがあるわ。そうだな姫、もう話したけど、レダーン首長、舞台はその通りに準備して。でもあなたはソリチュードに来て。ソリチュード？ここハイアルマーチで問題が起きている今、なぜ離れねばならない？上級王は私たちに耳を貸さない。あなたの言葉なら届くかも。立ってくれ姫。いいだろう、あなたの父と話そう。リリス、首長をソリチュードまで護衛して。もちろん。あんたは？カーサルドへ行ってオルフエン首長に警告するわ。スバナはじゃあ私と一緒に行くんだな。宿屋降り注ぐ雪でスバナと会う。ここか。もうそんなに長く持たない。カースウォッチのことなんで、カーサルドっていう地方は。あれ、ここ毎回行ってみてか、なんかそうだよね、農場を調べなきゃなんだよね。行く前にこのモーサルでの問題を解決しなければならない。まずはここから行ける？バッと行けるか。行けそうだな。休みがあればな。なんかやってるな、リバートロールは。ずっとあそこで魚でも探しているのかい。
あの小屋は、あ、ちょっと待って。氷の呪いの骸骨狼はこれだ。お前だな。ゾンビに捕まる前にこっちに来い。なんだってマコブ、お前か。お前が呼んだのか今。この辺りに安全な場所なんてない。あちこち旅してきたが、どこに行こうが必ず面倒が起こる。なるほど。なんかちょっと特殊なやつらだなこいつら。よし入ってこい。よし、ドン。いらっしゃいいらっしゃい。なんか巻かれてた。なんか出てるぞ、何かここに。何を調べるんだあ、マコブだ。正気か、農場に近寄るんじゃない。あの骨の狼に手足をもぎ取られてしまうぞ。奴らがみんなをゾンビに変えたんだ。あ、狼がか、骨の狼がか。モーロッチの股間にかけて。モーロッチの股間、他にどう呼ぶんだ。いつものように農場で作業をしてたんだ。そうしたら妙な嵐が起こった。モーロッチの長屋に風の中にささやき声がして、雪の中に女の亡霊が見えた。その時だ、獣がどこからともなく大量に現れた。どうやって人々がゾンビに変わったんだ、教えてくれ。狼にやられた連中が変身した。皮膚が目の前で縮んで凍っていった。そして俺に襲いかかってきたんだ。ずっと付き合いのある連中がだぞ。ハビルという農場主が家の中に立てこもってる。様子を見てきてくれないか、心配だ。分かった、農場に向かってハビルの無事を確かめよう。今出歩くなんてどうかしてるとは思うが、ハビルの様子を見てきてくれれば助かる。偏屈なクソジジイだが、こんな目に遭う必要はない。家の鍵がいるな。この農場で働いている誰かが持ってるはずだ。そいつらから手に入れてくれ。どうやって逃げ出したんだお前は。骨の狼が嵐から飛び出してきた時、みんな散らばった。熊手で身を守ろうとした奴もいるが、俺たちは農民で戦士じゃない。熊手持ってた奴いたんだ。俺の他にはハビルが生きてるかもな。それ以外の生存者がいるかどうかはわからない、うん、ブルンという男はモーサルに知らせを届けてくれたんだ。ブルンが生きてるのか。そうだ。牙を剥いた狼が奴の足に食いついたんだが、それでも奴は止まらなかった。ハンマーで追い散らして走り続けたんだ。あいつが町まで行けたんなら俺も行けるかもしれない。待ってくれ、あいつ噛まれた。教えてくれてありがとう。ささやきを聞いてる。霊魂を見たってこと。最初はかすかで低いささやきのようだった。嵐が強まると言葉が聞こえるようになった。子供みたいな笑い声も。そして嵐の中で霊魂を見た。若い女が畑を駆け抜けて向かってきた。あんなに恐ろしい思いをしたことはない。それから彼女はどうした。霊魂はこっちに来る前に消えた。嵐のせいで幻覚を見たんだろうと思ったよ。だがハビルの表情は彼女を知っていたかのようだった。だが奴に話を聞く前に狼に襲われた。なるほど、何かハビルが関係あるんだな、そいつと。鍵を誰かが持っている。ここに
やつら。アイテム出さねえな。遅いんですよ、クマちゃん出てくるのが。なんかあるぞ。あ、そういうことか。敵が出すんじゃねえんだ。よし、農場の鍵を手に入れた。あ、重い袋があった。よし、ジェジョート。何者だ。俺を食べに来たなら大丈夫だ、じいさん。引き返せ。助けに来たんだ。俺の家で何をしてる。凍った骸骨狼のせいで作業員がみんな腐った怪物になったと思ったら、今度は知らない奴が家に押しかけてきやがった。マコブからここに閉じ込められていると聞いてきたんだ。畑の獣を見ただろ。見たよ。外へ出たら俺もああなっちまう。十分な武士はあるからな。奴らが消えるまで立てこもるつもりだったんだ。それに外で誰が待っているかなんて見る気になれない。誰が待っていると思う。霊魂を見たんだよ。何年も前に消えたと思ってたこの霊魂を。あれは間違いない。首相と奥様の娘フレイウェンだ。あら、二人はもうマナ娘の話をしない。辛すぎるんだろうな。おそらくあの子は死んじまったんだ。亡霊が呪われた狼を連れてきてるんだから。フレイウェンに祟られる理由があるのか。あなたはどうしてこんな目に遭わされるのか見当もつかないよ。フレイウェンは農場に遊びに来るのが好きだったのに。そうだ、フレイウェンの運命を知ることができるかもしれない。霊魂と言葉を交わせるムジョレンという賢者がいる。ああ、知ってる。解決してくれるようムジョレンに頼んでもらえないか。アンデッドに対する解決策はないかどうかムジョレンに聞こう。彼女の小屋は北東にあるぞ。変わり者だよ。俺の鶏を盗んでは不吉な魔術の実験に使うんだ。なるほど。だが俺の知る限り亡霊のことを理解しているのは彼女だけだ。その間俺はここに残ってじっと待つよ、うん、フレイウェンは農場を訪れるのが好きだったと言ったか。ああそうだ、小さい頃から一人で遊びに来てたんだ。農場で鶏を追いかけては楽しそうに笑ってた。なるほど。そうしてるとレディーニネサがやってきて、あの子を家に連れ帰る。あの人は邪魔したことを詫びるんだが、俺は邪魔だなんて思ったことはない。楽しかったんだよ、うん、彼女に何が起きたのかは分からなかったのか。モーサルは小さな町で口に戸は立てられない。邪悪な魔術師が彼女を誘拐したとか噂は聞いたよ。だが俺は関わり合いにならず農場に専念した。階段なんてバカらしい。そうだな。じゃあムジョレンと。ムジョレンがいるところは北東の小屋とか言ってた。これは吸血鬼の。あ、これはあれだね。あれ、どこだ。この辺りじゃなかったっけ。私はいつも敵を許すけど、その名前は忘れない。ちょっと待って、ムジョレン。ムジョレン似合う。これだ。あ、これか。見えずれ。あ、ちょ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 。餌をやってもいい。ああ、もちろん。種を持っていくといい。邪魔するんじゃないよ。これは道中で何か見せられるんじゃないか。あれ、普通にダイヤウルフいるぞ。関係ないのかな。このフンボは何も関係ない。
あの上だったよね、確かに。何かが死んでるぞ。ちなみにあっとあそこで猛進の嵐が、送信の嵐だ、猛進って言っちゃうんだよ、どうしよう。また客人かい。いらっしゃい、温まりな。ちょっとお話が聞きたくて。ああ、また来たのかい。青ざめたお友達の始末だけじゃ足りなかった。まあ、火に当たって体を温めな。質問があるんだろう。アンデッドの狼がハビルの農場を攻撃した。彼はフレイウェンの亡霊も見たと言っている。助けてほしがっている。いつ人を送ってくるかと思っていたよ。でもよそ者とは驚いた。肉のない狼なら知ってる。でもフレイウェンの亡霊は気がかりだね。答えはわかるかもしれないけど、それには呪われた標本を調べないといけない。手に入れといで。何の標本が必要だって？血と細胞組織さ。血と細胞組織。感染した人間から腐敗した皮膚を剥ぎ取り、呪われた狼から乾いた血を削り落とす。その2つを持ってきてくれれば問題の魔法の種類がわかる。ただフレイウェンの亡霊には私たちが知らない何かが関係してる気がするね。分かった、標本を集めよう。よろしい、では行って。サンプルを手に入れたらここに戻っておいで。簡単な儀式で詳しいことまでわかるはずだよ。その間にフレイウェンの失踪に関するメモを見ておくよ。なぜハビルに賢者と呼ばれているんだ？大抵のノルドより賢いからじゃない？冗談よ。北の民は魔法を恐れる。理解できないものは危険に違いないってね。私が詐欺師の神ショールから力を得てると信じてるのさ。ショールが賢かったから私も賢いんだろうって。少なくともノルドはそう考えてる。なるほどね。だから町の外に住んでんのか。見えなければ気にならない。愚か者は遠くへ押しのければ魔法の効果を防げると信じるもの。そのくせ誰かが病気になったりデイドラを見たと思った時、最初に私のところに来るのさ。なるほどね。フレイウェンを知ってるかい？ああ、あの子は町のみんなから愛されてた。私たちのような偏境の人間にもね、心が痛むよ。それにこの状況を考えると。状況？いや、なんでもない。あんたは知らなくていいことさ。少なくともこの襲撃の原因がわかるまではね。サンプルを持ってくれば詳しいことがわかるかもしれないよ。わかった、サンプルを持ってこよう。さて、あのルーンストーンはどこだったか。とりあえず敵を倒して得る感じだな。大丈夫だな。開いたぞ。手に入れたっぽい。反対側。あれ、はい、あそこにいるな。あ、なんだ。え、びっくりした。同じ服着てるから違うね。スバナかと思った。お前が私のものを盗んだ哀れな輩なら、惨めな人生の終わりへようこそ。毒の効果は？ちょっと見えない。毒の効果は素早い。俺はただの漁師かもしれないが、卑劣な盗賊の殺し方ぐらいは知っている。そしてあなたがここにある私のささやかな罠で窒息した不運な臆病者でないなら、このメモをモーサルの港に持ってきてくれ。私のものを盗んだ人間か、他の何かについて情報があれば金を払おう。アングラー、アングラーを探す。おっと、トロールがいるぜ。
あれ終わってないな。あ、これだ。よし、遅い。よし、これでいいな。これムージョルのところに持っていくんだ。お、なんだい。なんて雑な魔法、未熟だね。どうした？なんか先客が来ているけど。死の匂いが鼻につくね。呪われた生物と過ごしてついた匂い、永久に残らないことを願おう。あんたが狩りをしてる間、こっちの研究に成果があったよ。頼んだ血と皮は手に入れた？それがあれば理解が完全になる。標本は手に入れた。ああ、これはいいね。新鮮で傷もない。魔法がみなぎってる。これで儀式が楽になるよ。触ると痛いほど冷たいね。手間がかからなきゃいいけど。歩く死体たちは喜んで皮膚を分けてくれたかい？儀式によって何がわかるんですか？いろいろさ、呪文なのか呪いなのか、どこから力を得てるのか。魔法には独自のパターンがある。雪につく足跡のようにね。私が知ってるものなら、あんたたちが源を突き止められる。でもまずは情報を引き出すのが先決だね。わかった、じゃあ儀式が終わるまで待ってみましょう。すまないね、時間はかからないよ。あ、見たらいい。恐れてた通りだった。来な、話がある。儀式は恐れていた通りのものだった。呪いがモーサル周辺の命を腐敗させてる。少し前、マクステンっていう死の魔術師がクジェンスタッグ遺跡で町の衛兵の一団を殺した。彼女がその時使った魔術が、あのアンデッドを動かしてるのさ。なぜマクステンは町の衛兵を殺したんだ？私が知ってるのは噂だけ。マクステンがフレイウェンをさらって無理やり遺跡に入れたらしい。当然首長は娘を助けるために衛兵を派遣した。でも到着すると同時に氷の大嵐が起きて兵士をその場で凍らせてしまった。フレイウェンはどうなったの？消えたのさ、今現れるまでね。だけどフレイウェンの亡霊とこの呪いの関係はまだはっきりしていない。治療法を見つけ出すにはマクステンがもともと使った呪文が必要なのさ。東にある遺跡に行ってそれを明らかにする手がかりを全て持ち帰って。分かった、遺跡で情報を探そう。頼んだよ、見つけたらそれを持ってモーサルに来て。私はあのアンデッドがつけた傷を調べたい。それからこのルーンを持って行きな。これには呪いの最悪の効果を回避する魔法が込められてる。少なくとも一時的にはね。一時的なのか。マクステンのことをもっと話してほしい。言ったように彼女は死の召喚師さ。なるほど。見たところ彼女の魔法に対する理解は不完全だね。この呪いは乱れてとっちらかってる。巨人の野営地に這い寄る赤ん坊みたいに力を求めてる。フレイウェンがこんなものに囚われてしまうとはね。彼女はどこから来たんだ？会ったことはないけど噂は聞こえてくる。マクステンはモーサルの民にとって謎の存在だった。時々夜に宿屋へ泊まっていく。食べ物を持ってこさせる以外昼に見た者はいない。夜には森をさまよう。彼女は森で何をしていたの？まあ森で夜中に散歩することは魔術師なら珍しいことじゃない。キノコを集めやすいからね。骨を掘り返すにも月光の下が一番力を得られる。でもマクステンは森で何かを探してたようね。遺跡でその何かを見つけたのかもしれない。マクステンがフレイウェンをクジェンスタッグに連れて行った理由は？わからない。あんたがクジェンスタッグ遺跡で見つけたものが彼女がフレイウェンに何をしたかったのかを明らかにしてくれるといいね。まあそうだな、行こうか。
その洞窟は、これはアングラ、これか。あー、ここか。入れねえなと思ってたとこあんだわ。クジェンスタック、ドゥエマーの遺跡じゃなかった？まだ行ったか。氷のレース、この辺りいっぱいいるな。 あそこだ。あ、スカイシャドウあんじゃないの。本当にこれでいいの？失敗したらどうするの？大丈夫、何年も研究してきたから力を貸して。知り合いなんか。何かあるな、そこに。先にこっちじゃねえか。マクステンの研究日記。大半のページは黒焦げになっているが、触ると手が凍るような分厚い氷に覆われている。判読できる記述はわずか。知識を求めてモーサルまでたどり着いてしまったことには不満の一つも言うべきだろう。古き良き田舎町と好意的に言われているのが、好意的に言われているが、他の旅人に勧められるものはない。川から漂う湿った匂いがあらゆる場所に染み込んでいる。それに私が到着した時からここの民がよそ者を好まないことがはっきりと分かった。敵意を示す者は誰もいないが、誰もが距離を保つ。私は構わないが、しかし私がこの小さな町にわずかな好意を持っている理由が3つある。一つは太陽が昇ると製材機が休みなく働き続けること。製材機は途切れなく大きなうねりを上げるので日中は、眠りやすくしてくれる。あ、大きな、あれだね、静かなところじゃ寝れない人なんだね。私も似たようなところあります。闇の技に、関する研究には暗くなる時間が一番都合がいいので、日中休みを取れるのは歓迎だ。さらにモーサルは私が望んでいた通り資料術の力が集中する。ああ、なるほどね。ここは確かにね、そういう場所ではありますね。死というか、こう負の力が集まりやすいというか、まあいろんな、まあ、スカイリムやってたら多分この辺り周辺わかると思うんだけども、まあ、ヴァンパイアがね、まあ、巣を作ってるようなところがあったりとか、あとその吸血症を治す場所があったりとか、まあ、いろいろありましてね、ここは死のエネルギーを発している。厳選を求める夜の狩りはもうすぐ成果を上げるだろう。そうすれば多少の調達を経て吸収の儀式を始められる。この地域の力を一部でも抽出できれば数年間は研究できる力が得られるだろう。最後にここで素敵な友人と出会ったことだ。ことた。彼女は町の市長の娘だ。モーサルを離れたことはないそうだが、世界について奇妙な知恵と好奇心を私が認めるほど持っている。母親が元ソリチュード出身らしく、意外なほど世間慣れしているのはそのせいかもしれない。だが何よりも彼女は親切だ。私たちはかなりの時間を一緒に過ごし、自分の調査の性質も教えた。彼女は多くのもののように不快感を示さなかった。それどころか秘密を守ると誓い、可能なら手助けをするとまで言ったのだ。告白するが、私は彼女ともっと一緒に過ごせることを心待ちにしている。ああ、そういうことか。この町の周辺の資料術の源泉へさらに近づけた気がする。昨晩私は死のエネルギーの痕跡を求めて土を調べながら東をさまよった。来週になれば新月が環境の共鳴をうまく増幅するはずだ。その期間なら中心を突き止めるのは簡単だろう。森の中にいる間、私たちは遠くに立つ人影を目にした。我々を見張っていたが、動かなかった。フレイウェンはその女を賢者と呼んだ。ああ、なるほど。ムジョロンか。
呪術師を意味するこの言い方だ。あ、呪術師を意味するここの言い方だ。到着してから初めて私は不安になった。今になって、詮索好きのローマ女に妨害されるなど真っ平だ。そう、それからフレイウェンはこの旅に同行してくれた。家からこっそり出てきたところが可愛らしいと思う。彼女がいると気分がいい。一緒に星の下を歩いていると特別な気分になるのは無理はない。ここは、クジェンスタック遺跡と呼ばれている。私が聞いた相手は全員がその歴史について何も知らなかった。だが遺跡に強大な力が込められているのは間違いない。エネルギーの量を増すためラノボの吸収儀式を、調節しなくてはならないが、計算は簡単なはずだ。フレイウェンが誘引体になることを同意してくれるかもしれない。なるほど。狼など付近の野生生物を使うつもりでいたが、この地で生まれ育った民の方が効果があるだろう。ラノボは誘引体に負の影響はなかったと言っていた。あんまりでも、なんだ、急に。倒した方がいいのこれ。まずこっちか。砕かれた資料室のフォーカス。これ当時の多分。あれ、これもか。よいしょ。相手が悪かったな。これを木から早く逃げて。あ、どうしてついてきたの。フレイヴェン生きてるのかな。あなたは誰、どうして私を追うの。最初はハビルの農場で、今度はあの呪われた遺跡から、しかも無傷で。マクステンに連れ戻せと言われてきたなら行かない。私に殺されたくなかったら近づかないで。みんなに死んだと思われているようだぞ。今は人々をゾンビに変える呪いの原因を調べている。私はまだ生きてるわ。生きているの？今のところね。呪いのせいでもうすぐ死んでしまうけど。なんで？ただふるさとの近くで死にたかったの。もう命を奪いたくなかったし、浮かんでくる思い出で苦しみたくもなかった。どうすれば呪いが解ける。呪いは私の生命力を吸収して強くなるの。だから私が死ねば消える。ただ母さんと父さんにお別れを言いたいの。お願いできる立場じゃないのは分かってるけど、母さんに伝言をお願いできる。何から何までごめんなさいって。レディ・ディネさんに伝言しよう。ありがとう。このロケットを持って行って。私からだって分かる。母さんには心配しないでって伝えて。この近くにお気に入りの場所があって、優しいモーサルのみんなが暮らしてるところが見られるの。そこでならいい最後を迎えられる。なぜマークステンはそんな呪いをかけたんだ。この呪いは予想外のことだったの。マクステンはクジェンスタッグ遺跡にいる強大な霊魂と交信して、自分の魔法能力を強化できると思ってた。私は召喚儀式を手伝うように頼まれただけ。それなのにひどいことになってしまった。何があったんだ。マクステンは儀式の難易度を見誤ったの。彼女が必死になってる間、氷が壁を覆って風が吹き荒れた。もう少しで制御できそうになった時、エルストロム重視と衛兵が遺跡に踏み込んできたの。マクステンの集中は途切れて儀式は暴発した。それで兵士が凍ったのか。認めたくないけど、そう、兵士も友達も知り合いもみんな死んだ。全部私のせいで。私が村に帰ったらもっとたくさんの人が死んだ。もうすぐ死ぬのが嬉しいくらいよ。
マクステンを愛していると言っていた記憶を見たぞ。ええ、そうよ。心から愛してた。マクステンも私を愛してくれてたって信じてる。呪いがかかってしまった時、マクステンは絶対に治す方法を見つけるって約束してくれた。でも時が経つにつれて、治療術の力を得ることにしか興味を示さなくなっていったの、うん。では彼女が誘拐したことはなかったのか。そういうことになってるの、うん、違うわ。私は自分から彼女の儀式に参加した。だから私にも同じ死者を出した責任がある。きっと大きな力を求めちゃダメって説得するべきだったのね。そうしていたらまだ一緒にいられたのかも。とりあえずモサリに戻る。ここは寒い。よしよしよし。どこだ。これソリチュード側だった気がする。いや、旅の祠があるからちょうどいい。なんだ君たちは。それはなんだ。よう、絶好の酒日和だな。飲めば飲むほど楽しくなるぞ。ノルドらしく酒を酌み交わす気はねえか。いっぱい飲みたい。はあ、いい顔してると思ったぞ。寒くてな。さあ、ジョッキを取りな。飲んで飲んで飲んで、蜂蜜酒で心配事を全部洗い流しちまいな。あ、なんかもらったぞ。これを飲むんだな。うん、これ使う。はい、飲み仲間だ。蜂蜜酒を飲もう。何が起きてるんだこれ。その蜂蜜酒はガツンとくるだろ。一品なんだ。すごいガツンときてるよ。何かあるわけじゃないのこれ。その蜂蜜酒は。ああ、ガツンときたよ。それだけか。あそこのワールドボスなんだ。あ、あれか。襲われてる人たちだ。やったな、あれ。やったな、でも別キャラだな。とりあえず一回戻ろう。ムジョロじゃなくていいんだよね。モーサルに、モーサルで合流したみたいなこと言ってたじゃな。レディニーネサと話す。この仕事はうまくいってない。カットになれ。噂によると誰かのおかげでモルブンスカー砦からストームフィスト旅団が追い払われたらしい。それは私のおかげらしいよ。狩りを仕事にしている人もいるけど、私は平穏を求めて狩りをしている。一人で狩りのスリルを楽しんでいるの。その日に必要な肉だけを取り、残りはもっと必要としている人たちに与えているのよ。なるほどね、うん、口が動いてないよおばちゃん。なんかあれだな、ちょっとあのアエラっぽい雰囲気を持った人だね。服装といい、髪の感じといい。ただおばちゃんだな。まあ、いい。酒場でいいのか。どこにいる。2階かな。2階かな。
甲板員。船乗りがいるね、ここに。あれ？上？いた。ねえ、彼を助けられる？ああ、そっかそっか。呪いが肉を腐らせてる。できる限りのことはやったけど、多分長くは持たないね。戻ったのね。あなたが農場で見つけたものが何か、ムジョレンに教えてもらったわ。フレイウェンの亡霊がこの呪いを受け継いだと彼女は考えてる。私はあの子が生きてるという望みを捨てずにいた。でもようやくあの子の運命を知れるならいいことなのかもしれない。フレイウェンはまだ生きているが、呪いによって今でも死にそうだ。このロケットを渡してほしいと頼まれた。まだ生きているですって？信じられない。これだけの年月を経てフレイウェンがようやく故郷へ帰ってきたというのに、今にも死にそうだというの？あの子はどうしてこのロケットを届けてくれと？会わなきゃ。言いたいことがたくさんあるの。どこにいるの？連れて行って。彼女はモーサルを見守ることができて幸せでいられる場所について話していた。船が停泊する水辺でなきゃ、あの子が窓から人々を見ていた寝室、木だわ。ああ、フレイウェン、モーサルの上の森にあるあの古い木よ。何時間もそこで過ごしてた。すぐに行きましょう。彼女の元には行かせられない。呪いは近づく者を殺す。でもあなたは生きてるじゃない。ああ、賢女があなたを守ったのね。ムジョレンと話してちょうだい。彼女はモーサルの誰より魔法に詳しいの。あの子を治す方法がきっとあるはずよ。分かった、聞いてみよう。ありがとう。あなたの話を考える時間が必要ね。ロケットは持っていて、あの子が生きる希望がある限り受け取りたくないの。なるほど。じゃあ生きてるフレイウェンを見つけたの？そうだよ。意外だけど嬉しい知らせだ、うん、まだ彼女を救えるかもしれない。あ、救えるのか。あの遺跡から何を持ってきた？治療術師の計画についてもっと詳しく知らないと。儀式のメモと壊れたフォーカスを見つけた。うん、どれどれ。こりゃひどい。子供の妄想だね。こんな風に魔法をもてあそんだら危険を招くだけ。遺跡の力が彼女を飲み込んだのさ。でもこの破片は。ね、フレイウェンは自分の亡霊の原始のことをあんたに説明した？呪いは彼女の記憶を蘇らせたと言っていたぞ。それが知りたかったんだ。マクステンの儀式は遺跡の霊魂を飲み込んだ。霊魂の記憶を吸収して力を得ようとしたんだね。なるほど。フレイウェンの呪いは彼女の生命力を吸い取り、それを記憶として顕在化しているのさ。これなら治せる。どうやったらいいの？フレイウェンの記憶と治癒に何の関係があるんだ？彼女を自身の生命力で満たして呪いを焼き尽くすのさ。ロケットを渡して。ああ、やっぱり感情の力がうなってるね。同調が済めばフレイウェンの記憶をこの中に吸収できる。彼女の力でこれを満たせばフレイウェンを死から救い出せる。フレイウェンの記憶をロケットに吸収しよう。頼んだよ。はい、ロケット。ニネサはフレイウェンが好きだった二つの場所のことを話してた。港と彼女の寝室よ。そこに記憶が現れてるかもしれない。すべきことが終わったらまたこの酒場に来て次の手順に移るからね。分かった。クジェンスタック遺跡がマクステンを飲み込んだと言っていたけど、そこはどんな霊魂がいるんだ？あ、つまり昔はね。やめておくわ。あの秘密は朽ち果てるに任せた方がいい。こんなことが起こるのはあの遺跡に手を出しちゃいけないってことの証明さ。うん、なるほど。何か全部調べたら出てきそうな感じだね。クジェンタスタック、クジェンスタック。記憶を探す。まず、彼女の寝室、市長の屋敷か。その前に、いや、近いな。こっちか。これだ。彼女の寝室に行けば。どっからかな、こっちか。
上かな。あー出てる何か。これはさあ、このロケット母さんのでしょ。ええ、でももうあなたのものよ。大事にしてちょうだい。なるほど。暗くてどこが階段なのか見えなくなってきてるの。次は、桟橋。あそこに出てるね。の上は楽しかった。うん、探検って最高。またすぐやりたいわ。よし、ちょうどいいからアングラーとも話すため、この辺りにいるんだろう。こっちへ急いで、時間がない。先にムジョレンの花先だ。戻ってくるのが遅すぎたかもしれない。レディー・ニネサがフレイウェンと会うために話してた木のところへ走っていった。死ぬ前に一緒に過ごしたいようだね。急がないとまずい。記憶は手に入った？必要な力を集めたぞ。ならこの悲劇を終わらせられる。今すぐ行動すればね。東にあるモーサルを見下ろす大木に行って彼らと合流して、私も準備ができたら行くよ。ロケットはどうすればいいんだ？持って行って、フレイウェンを癒す儀式が最高潮に達するとき、あんたはロケットを目の前に持っていなきゃならない。生命の力が彼女に流れ込み、呪いは破られる。なるほど。先に言っとくけど、彼女にとっては苦痛かもしれない。だが必要なことなんだ。木を探して呪いを解く手伝いをしよう。到着したら私を待って、彼らが焦って行動しないようにしておくれ。そんなには待たせないよ。これでモーサルはこの呪いを永遠に排除できる。さあ急ぎな。わかった。東、こっちだ。あ、よしよし、水だ。どこだこれ。強力なアングラー。東の木、急いでるんだ。どこだ。まあ、とりあえず東に行こう。アーフィンガルで騒ぎが起きているわ。キルクリース聖堂で奇妙な嵐が起きたとか、司祭と巡礼者がみんな死んだって。気の毒に。あら、ここちげえな。どこなの？レディー・ニネスを探す。多分見えてるんだろうけど、どっかに。これか。これだな。急げ。余計な時間を使ってしまった。ああ、寒い。寒いけど寒いなんて言ってられない。確かにモーサルが見える。ああ、ちょっと何？どこだ？これだ。母さん、ここにいちゃダメ。殺してしまう。フレイウェン、死んでしまったと思ってた。もうあなたを一人にしない。死んでもね。もう死にかけてるのよ。お願い、近づかないで。母さん、ダメ。ニネさん、まずい、急がないと。合図をしたらネックレスを使って。わかった、急いでくれ。焼ける、母さん。早くネックレスを使って中の力を解き放って。待ってろ。え、何
が起きたの。あ、大丈夫。あ、二人とも大丈夫だった。よかった。やったのね。信じられない。私のフレイヴェンを取り戻してくれてありがとう。あの子に聞きたいことがたくさんあるわ。それに首長はまだ何も知らないのよ。だからちょっと時間をちょうだい。大丈夫か。多分ね。肌が凍ったのが分かった。わずかな間だったけれど死ぬかと思ったわ。私はフレイヴェンに一人ではないと知ってほしかっただけなの。たくさん人を殺しているが、これからフレイヴェンはどうなる？正直なところわからないの。フレイヴェンの帰還はモーサルで様々な疑問を呼ぶでしょう。どう伝えるか市長と話し合わなくては。少しでも伝えるとすればね。はじめに報酬を約束していたわね。ありがとう。心から感謝してる。いいんだけどな、報酬なんて。私の肌もう青くない。青くないよ。それに心臓がまた脈打ってる。神々よ、私は生きている。あなたとムジョレンが唱えた呪文で呪いが解けたの。血管に熱が流れていくのを感じる。こんなの何年ぶりだろう。やったな、ムジョレン。フレイヴェン、大丈夫なの？私、母さん殺したと思った。あなたを一人にはしないと言ったでしょ。もう終わったのよ。休みな。それから町へ戻る。話すことがたくさんあるだろう。終わったよ。見事だったね。これ以上の働きができるものはモーサルで探しても見つからないだろう。動き回るのには慣れてないんだ。後継者を見つけてそろそろ休むべきかもしれないね。チエの子が高級的なのか。おそらくね。まだ影響が残ってるとはいえ元凶は消滅した。フレイヴェンを彼女自身の生命力で満たした時に呪いが消えたのさ。マクステンはどうしてそうしなかったのかね。マクステンはどこに行ったんだ。それで娘が戻ってきたのよ。どうやってお返しをすればいいの。お願い、またモーサルに来ることがあったらぜひ会いに来て。いつでも温かく迎えるわ。よかったね。娘さん死んだと思った娘さんが帰ってきて。いた、アングラ。あれ、モタさん、ハタモタさんみたいな人いたよね。魚を驚かさないよう気をつけてくれよ。ただでさえ釣るのは大変なのに、せっかく釣っても盗まれちまうんだ。盗賊に食わせるのはもうごめんだ。ああ、もう自分の家族を養うのにも苦労してるってのによ。このメモを見つけたぞ。落とさなかったか。ああ、私のだ。あ、こりゃひどい匂いだ。何かに飲み込まれたのかもしれない。それがヒントかもな。どこで見つけた。ノルトの女性の死体の隣にあった。まあ、野生動物ならよかったんだが。申し訳ないが、相手が誰にしろ関係ない。家族を飢えさせないためには選択肢はないんだ。どこぞの泥棒は腹を膨らませてるのに家族を飢えさせるわけにはいかない。うん、少なくとも品物がどうなったか分かったようだな。そうだな、あんたのおかげだ。これで俺の家族は冬を越せるはずだ。ありがとう。あ、これを受け取ってくれ。あまり多くはないが、恩人を手ぶらで行かせるわけにはいかない。ありがとう。本当にありがとう。先の見えない時間を過ごしていたが、希望の光を与えてくれた。また釣りに出るのが待ちきれない。もう盗まれる心配はないんだ。もっとたくさんの魚を釣ってみせるぞ。これからどうするんだ。問題の所在が分かった。これで盗人どもより優位に立てるな。金をため、しっかり商品を守っておくのが賢明だ。
少なくとも魚が釣れる限りはな、うん、よし。ということでモーサルでのクエストクリア。待て、極寒の、はい、OK だね。これでスバナとは、うん、あ、宿屋だ。買うの。ここじゃねえわ。ここね。うん、そっちに移ったところで今日は。おしまいとしましょうか。せっかくね、夜も知らんできて明るいところで放送できるかなと思ったんですけど。マルセル・メリエ。この辺りの人はよそ者を疑ってるみたい。私みたいな商人でもよ。あなたも同じ目にあったでしょ。うん、同じ目にあった。なんだろうね。もう売っちゃおうか。あ、この辺り。これは売っちゃダメなやつ、ね。アングラのブレイズ。ちょっと残しとこうか。意外と、売るにはもったいないやつが多いな。よし、ありがとう。どっちだ？こっちだ。ラビリンシアンに行きたいね、そのうちね。何かいるの？骸骨ダイヤル。何かいるな、あの中に。シェイドマザー。絶対やばそうなんだな。さすがに一人では挑めんわ。これなんだろう。何かがあるわけじゃない。よし。あ、本はあるの。失われた家のパンか。あれ、あの小屋ってあれじゃないの？あの釣り師が。オオカミが水飲んでんの？オオカミじゃないの、サーブルキャットが水飲んでる。あそこでトロール。急にびっくりするだろう。すごいね、こう自然と動物たちのこの感じね。サーブルキャットが生活してるんだね、向こう岸で。それを見る。これは、これはオブジェクトです。ってことは、やっぱりそうだ。名前なんだっけな、ここ。あそこ入れるの？
ドラグルスカージいるけど。でもいや入れないだろうな。洞窟のマーク出てねえじゃん。こっちじゃねえや。こっちは。あれ釣り石いるな。ハフビラ。あったね、スカイリムにも。ここお話を。あれお話聞けない。何の用？ごめんなさい。いやなんかあれだね、スコールみたいな。スコールってのは FF8 じゃなくてね、ナイトテープ試合。ごめんなさい、勝手に取っちゃった。なんか釣れたっぽいね。スコールっていうのはソルスセイム島にいるノルドの、言ったらいいのかな。ここで野営した人がいたみたい。どこ？新しい足跡がたくさん。少し休みなさい。神々が我々を見守ってくれている。ああ。どういう感じで始まるんだろうね。もしね、送信の嵐。向こうで起きてるけども。クマちゃんがやってるよ。鮭を取ってんのかな、そこで。あっちこんっつって。道はこっちで合ってるね。アデルラインどうされました？ここで私のことは心配しないで。息を整えたらすぐにソリチュードへ向かうわ。祖父のことを家族に知らせなきゃならないの。うん、気をつけてね。これかな。あ、違う、これあれだ、ブラックリーチに入っていった鉱山だね。これか。降り注ぐ雪の宿や。奴らは互いを引き裂いた。俺の目の前で。この中にいて絶対よ。ここは私たちに任せて。どうした？ここの風を地にかけて一体なんだ。みんな泣いてるよ。というわけで今日はここまでにいたしましょうか。長時間のご視聴ありがとうございました。次回の放送もよろしければご視聴の方、お願いいたします。というわけで今日はここまで。なんかすごいメイド服みたいな服着てるね。まあ終わりましょう。お疲れ様でした。ごきげんよう、さよなら。お疲れ様です。楽しくないが、年を取らないと。The serpent lights the ancient sky of bread of tainted stars. Evil stirs and in its wake the souls of mortalsway and sorrow reigns over fields of red and
the strong, but faith will guide our swords. Loyal hearts will stand as one and fight with shields of hope. Pride feels the deadly fire that devours our tower of gold. The drums of war will rage and roar till the sun burns bright once more. Beauty of dawn.